美食のアカデミー協会の高久恵美子です。今日は1日3食絶対食べたいけれどそんなに食べたら太るのっていうことについてお伝えします。今って現代人は1日3食は食べ過ぎだとか1日2食の方が好ましいとか午前中は食事を取らない方がいいとかいろいろ言われてますよね。多分多くの人が迷ってると思います。では何が正しいかって言ったら実はどれも理論的には正しいんですよ。例えば1日3食現代人は食べ過ぎだってよく聞くんですけれどもこれは食べる内容とか質とかを一切考えずに好き放題今って何でも手に入る中で何でも自分の欲するままに食べていたらやっぱり現代人は食べ過ぎだって言われても仕方ないなって思います。昔私は、ベジタリアンみたいな食生活をしていたので朝はグリーンスムージーだけ、昼はサラダとおにぎりのお弁当夜もたっぷりのサラダとお味噌汁と、ご飯一膳とかそういった食生活をしていたんですよね。ただ今は1日3食しっかり野菜も食べて肉魚も食べてご飯も食べてっていう食生活を続けて約4年になりますけれども一切それによって消化不良を起こしているとか体重が増えているとかということはないんですね。つまり私が1日3食食べる上で何を意識しているかっていうと量と質を気をつけること、そして食事以外からの摂取量をしっかりコントロールしているっていうことがあります。つまりもしあなたが1日3食絶対に食べたい、食べることが大好きで諦めたくない、それでも健康的で美しくありたいって願うのであればやはり1日3食をしっかり内容と量をコントロールしてあげてでかつその他の間食を好き放題する生活を控えてあげるっていうことは必要不可欠なんですね。やっぱりですね、綺麗になりたい女性たちは1日3食食べ過ぎたら自分は太るんだとか朝はプロテインドリンクに置き換えた方がいいとか朝は抜いた方がいいっていう形で食事の回数を控えている方たちたくさんいらっしゃいます。でもそういう方たちでもうまくいく方たちとうまくいかない方たちってやっぱりいらっしゃるんですよね。じゃあうまくいかなかった方たちって何なのかっていうことなんですがやっぱりうまくいかなかった方たちは食べることが大好きなんですよ。女性って欲求が男性より高いっていう風に言われてるんですね。つまり食べたいっていう食欲に対して非常に貪欲な方っていうのは食事の制限をするっていう健康美容法っていうのは合わないわけなんです。そういった方たちは食事を我慢するとか量を控えるっていうのは後々に何が起こるかっていうと結局は間食の回数が増えてしまったり次の食事で暴飲暴食をしてしまったりっていうことで逆効果なんですね。だったら最初から1日3食しっかり食べておきましょうっていうのが私が推奨している考え方です。あとはやっぱりお母さんたちによくご相談いただくのは自分は食事を控えるとか食事の回数を少なくするという方法で健康美容が保たれるのであればやりたい気持ちはあるけれど子供に家庭で食育っていうものを施すときにお母さんなんで食べないのとかお母さんが食べてないなら自分も食べないって言われてしまうっていうことがやっぱり悩ましいわけなんですよね。ってなると特に子育て世代のお母さんたちは子供と一緒にしっかり食べてかつ健康的になれる食事を子供にも自分にも用意することができたらそれが一番楽ですよね。あとはですね結局は体っていうのはエネルギーと栄養素を食事からもらうことによって機能しているわけなんです。なので逆を言えば食べ過ぎさえしなければ1日3回の食事を取ることによって体が欲しているエネルギーと栄養素を補給することができればむしろ健康美になりやすいっていうことなんです。それはつまり1日3回の食事で量と質をしっかり用意できているかっていうことが大事なんですよね。じゃあ太ることなく1日3食どんな食生活を送っていったらいいのっていうことがポイントになります。美食脳ではまず7つの食材を意識していただいてます。その7つが何かというと
野菜、果物、タンパク質、炭水化物、発酵食品、キノコ、海藻、この7つです。なんでこの7つがいいかっていうと、まるっきり自然の食品なんですよね。この7つ以外の食品って何かっていうと、ほとんどが嗜好品と言われる加工食品になります。1日3食食べることを諦めたくないっていう方は、やはり食事の質をしっかりコントロールしてあげることが大事なので、3食食べたいのであれば極力加工食品とかの量を減らしてあげること、そして1回の食事での食べ過ぎっていうことを減らしてあげることが大事なポイントです。1回の食事を食べ過ぎないためには、よく噛むとか、腹8分目から9分目で満足してあげるとか、そういった小さい工夫も非常にチリツモで大事になってきます。やはり現代人は食べ過ぎだって言われてしまう原因っていうのは、人々が食べ過ぎているから以外何でもないんですよね。1日3食食べたいけれども、この内容を気にしてあげずに量も質も自分勝手にしてしまう、この他にも間食でいろいろ食べ過ぎてしまう、これをやっていたらやっぱり現代人で食べ過ぎだって言われても納得だし、実際体もものすごく疲弊するので、消化機能が衰えて体調崩しやすくなるし、体型もどんどん崩しやすくなるっていうのはもう当然の流れになります。はい、ということで1日3食絶対に食べることを諦めたくない、そしてなおかつ太ることなく健康美を手に入れていきたいっていう方は、食事の質と量っていうものをしっかりコントロールしてあげること、そして間食で好き放題加工食品を食べ過ぎないっていうことを意識してみてください。はい、今日は以上になります。ありがとうございます。